はい、ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズでございます。はい、今回飲み比べていくのはこちらですね。はい、シーバスリーガル25年と、グレンファークラスの25年、同じ25年、同士です。で、多分こちらが、シングルモルトなのに対して、シーバスリーガルの方がブレンデッドですね。まあ、この辺の違いが、わかればなと思うんですけども、多分私はわかんないと思いますけど。飛んでいきましょう。はい。グレファークラスの25年、割とリーズナブルですね。長熟の割にはね。ね、両方とも結構ね、ピリピリしたような印象なので、近いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ただ、シーバスリーガル25年の方が倍以上するかな、価格的にはね。あ、結構色も似てるな。はい。シーバスリーガル25年の方が濃いですかね。うん。はい。でも、結構似てるかもしれない。で、まず、どうしようかな。グレンファークラスの方からいこうか。はい。ちょっと香りの方ね。うん。シェリーの香りがしますね。ただ、あんまり甘ったるいような感じではない。割とこう華やかなフルーティーのですね。シーバスリーガルのね。ああ、こっちはなんかグレーンっぽいんです。グレーンの香りかな。うん、穀物っぽい。そっちの香りが強いですね。全く香りが違いますね。ほんと、系統というか、方向性がまるで違いますね。じゃあちょっと、グレーンファークラスの方から飲んでいきたいと思います。はい、いただきます。乾杯。うん。シェリーの感じで、結構ピリピリきますね。うん。なるほど。ピリピリする感じがします。はい。ちょっとお水を飲みます。はい。じゃあ次に、こちらね、シーバスリーガル25年の方を飲んでいきたいと思います。いただきます。うん。はいはい。ああ、思ってたのと違いますね。私ね、こっちの方が辛いかなと思ったんですけど、全然シーバスリーガル25年の方が甘いですね。うん。で、香り的にシェリーの方が強いのはこっちなんですけど、あの、甘い、その、感じを、甘い感じを味わえたのであれば、シーバスリーガル25年の方が全然甘いですね。飲み口が。あ、こんなに違うもんですか。私なんか自分の中のその飲んだ感じとして同じぐらいかなーなんて思ったんですけど全然違いましたね。うん。こっち、両方ともピリピリはするんですけど、こっちのグレファークラスの方が華やか。うん。こっちのはこう割とこうフルーティーとかその甘い。うん。へぇ。なるほど。じゃあちょっと。もういきなりトワイスアップにしちゃいましょうか。ちょっと一滴に加水してた私にはわかんないんで。ちょっとある程度、加水してからにしましょう。この辺でね。はい。はい。じゃあまず、グレンファークラスの方からね、いきましょう。香りはどうかな？ああ、なんかでも、薄まったような感じがしますね。うん。そんなに嫌な香りはじゃないですけどね。薄まったと言うてもね。じゃあちょっと、いただきます。飲んでいきましょう。うん。そんなに変わらないですね。ビリビリした感じ。ただちょっと水で薄めたっていう、薄めたって言い方があれですけど、ちょっと飲みやすいは飲みやすいですけど、そんなにこう何がこう前に出てきて引っ込んだかみたいなのはあまり感じられない。うん。加水して飲みやすくなったぐらいですかね。ただピリピリはまだしますね。うん。それでは、シーバスリーガル25年の方。うん、こちらもやっぱ香りは依然としてこうグレーンっぽい、うん、穀物みたいな、ああいう感じがしますね。はい、じゃあいただきます。こちらも同じですね。
うん、この辺に関しては。飲みやすくなりましたけど、何が前に出る、引っ込んでるって感じじゃないですね。若干ビリビリ感がおとなしくなったっていうのは、ぐらいかな。うん。なので、このブレンデッドのシーバースリーから25年に関しては、トワイスアップぐらいが飲みやすいと思いますね、ウイスキー初心者の場合は。ただ、ウイスキー初心者がね、いきなりシーバースリーから25年飲まないと思うんですけども。うん。そうですね。まあ、もう完全に好みですけど、私が美味しく思うのはこちらですね。シーバースリーが25年の方が美味しいですね。うん。ただ、値段が倍以上違うので、その辺がちょっと悩ましい限りですね。まあ、比較しといてなんですけども。難しいですね、ほんとね。ほんと面白い。多いですね、ほんと。同じ25年。まあ、シングルモルトとブレンデッドで違いはありますけども。ああ、こうまで表情が違うっていうの面白いですね。はい。一応ね、概要欄の方に2つともリンク貼っときますので、ご興味のある方はね、ぜひ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。はい。あとなんかね、これ、ちょっと私の動画の中ではにはなっちゃうんですけど、あれとあれ飲み比べてほしいなんていうリクエストがあればね、いつでもお気軽にコメントの方いただければと思います。はい。あとね、チャンネル登録の方ね、モチベーションアップのために何卒よろしくお願いいたします。はい。あとね、各種 SNS やっております。Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼ってありますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい。ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズ。今回はグレンファークラス25年とシーバスリーガル25年を飲み比べてみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。